こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの秋冬の新作で、大人の男性が買うべきものベスト5ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなと思っています。まあ、さすがにですね、まだまだ暑い季節で、秋冬早すぎるんじゃないのと思っている方、も少なくないかなと思うんですね。ただですね、 結構春夏物って僕の動画の中でも散々お伝えしてきてますしもう皆さんもすでにですねもういろんなものを持ってるかなと思うんですねそろそろちょっと新鮮な雰囲気のものを見たいなとかまあそういった形でですね感じてる方少なくないかなと思うんですねまあ僕自身が本当にそうなんですよもうずっとですね大体何月くらいかなもう2月3月ぐらいから春夏の新作物ってちょこちょこと出ていたのでそういったものを皆さんにご紹介し続けてきたわけなんですね そうなると、やっぱりちょっと新しいものが見たいなということで、今回はユニクロのサイトの中から、これはちょっと秋冬楽しみだよねというものをですね、先行で皆さんにお伝えしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、正直ですね、今すぐ買う必要はないんですが、あ、こういったものが出てくるんだなっていう形で、頭の片隅に置いとくだけでもいいと思うんですね。ユニクロってやっぱりちょっと発売時期が早くてですね、通常 ユのセレクトショップなんかに比べてもユニクロの方が秋冬物の,の新作並ぶのが早かったりするんですねですのでぜひ皆さんもですねユニクロでこういったものが出てくるんだなとかこういったものが今年は旬なんだなというところを頭の片隅に置きながらですね少しずつ秋に向かっての買い物イメージしながら楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説してますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします お願いしますそれでは早速い,ってみましょう、はい、ということで、ここからはですね、具体的に皆さんにおすすめの秋冬のアイテム、ユニクロの中からご紹介したいなと思っているんですが、まず一つ目なんですけども、これ、めちゃくちゃ良さそうですよ。オーバーシャツジャケット。 え、価格は5,990円ということで、まあ、現段階では予約商品という形で、えー、入荷予定が8月の下旬ということでね、ま、さすがに8月の下旬からこれ着ることもないかなと思うので、まあ、ゆっくり待っていいかなと思うんですが、なかなかいいですよ。この手のですね、いわゆるシャツアウター的なアイテムって1枚あるとすごく便利で、まあ、特に秋ですよね。ま、たいこう9月後半から10月末ぐらいまで着れるのが、このようなアウターなんですが、 着丈の長いロング丈のコートだとちょっと暑いし足さばきが良くないんですね。その点丈がそこまでですね、長すぎず、 かといって短すぎないお尻の中間ぐらいまでは隠れるような長さで子供っぽく見えないのとなおかつですねトレンド感のあるのがこのようなシャツアウターなのでまあすごくですねおすすめのアイテムなんですねまあこういったものってユニクロの通常ラインだけではなくてユニクロ U とかでやることが多いんですがそのテイストなんかユニクロ U とのコラボレーションを長く重ねる中でだんだんですねそういったデザイナーとのコラボレーションでやったような形が通常のユニクロ のラインで表現されるってこと少なくないんですがこれもね結構そういったところに近いのかなと思っていますまあ、形はですねボックス型であまりタイトなものではなくて少しリラックス感があるんですね肩のラインを見ていただくと分かるんですがここもちょっとこうドロップショルダー気味になっていまして今のトレンド感をうまく取り入れているアイテムかなと思いますでポケットですね胸ポケットが左右対称についていまして蓋もしっかりとついているということでまあシャツというよりはアウター感覚で で、羽織れるような、そういったディティールになってるかなと思います。僕もこういったポケット大好きで、今僕が着ているこういったデニムのアウターなんかもダブルポケット、同じような感じの付け方してるんですけども、まあ、こういった形でアウター感覚で着れるようなシャツっぽいものっていうのは、まあ、今年もですね、引き続きトレンド継続してますので、これはね、使い勝手がめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思いますね。で、色はですね、ダークブラウンと、あともう一つはですね、 まあブラックとかではなくてネイビーなんですね。ここ数年は結構ブラックの展開が多かったんですね。でネイビーというものがちょっとこう影の薄い存在になっていたんですが、まあ、今季はネイビー結構出てきてるかなという印象ですね。で、個人的に一押しなのはネイビーが大好きではあるんですが、このダークブラウンの深みのある、コクのある色合いがすごく品があっていいんじゃないのかなと思いますね。まあ、特に僕はブラックのパンツをおすすめすることが多いので、まあ、そういう時にネイビーのアウターとブラックパンツも合わなくないんです。 ですけども、ダークブラウンで少し色味の変化を出して、ブラックで引き締めるという合わせがすごくハマりがいいかなと思うので、これ。 ダークブラウンが一押しですね。これは僕も欲しいと思いますね。まあ胸にダブルポケットがついていて、そしてこのサイドですね。まあ僕のアウターもたまたま結構近い形だったので、これ自分のブランドのオリジナルで作ってるものなんですが、ここにね、ポケットついてるんですよ。これって結構あるかないかってめちゃくちゃ重要で、あった方がアウターっぽく見えますし、なおかつですね、ちょっと安心感があるんですよね。なんか普通のシャツってポケットがついていないので、まあ本当にシャツって感じ がんですがこのようなシャツアウターってポケットが付くことでよりアウターっぽく見えるし使い勝手としてもアウターの延長線上で使えるのですごくこのあたりも便利じゃないかなと思いますねうん、これはね5,990円ということで6,000切ってくる価格でこのような使い勝手の良い,いユニクロのド定番のアイテムというよりはトレンド感をうまく取り入れながらもでも見え方としてはぶっ飛びすぎないというすごくですねバランスの良い,いアイテムなのでぜひ皆さん チェックをして楽しみに待っていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これまたアウターで皆さんにご紹介したいものなんですけども、これはですね、デニムジャケットというアイテムですね。まあ、いわゆる僕ら世代で言うと、G ジャンですね。まあ、このアイテムって、もうメンズにとっては定番で、僕ら世代だと、今までの人生の中で何度かブームを経験しているかなと思うんですね。僕の場合はですね、結構高校生ぐらいの頃かな、古着ブームが一度やってきまして、その時にリーバイスの G ジャンをですね、 ですね。結構いろんなところで探して結構復刻版のですね。リーバイスのサードモデルとかセカンドモデルだとか、そういったものを着ていたのをですね。すごく鮮明に覚えているわけなんですが、まあ、今回ですね。こういったデニムジャケット、また改めてですね。ちょっとトレンドの兆しがありまして、じわりじわりと人気が高まってきてるんですね。まあ、今年を象徴するというよりはここ数年じわりじわりという感じなんですが、まあ、その流れをですね。ユニクロも組んで。デニムジャ ジャケットを発売といいう形になっていますこちらはですね、いわゆるリーバイスでいうとこのファーストモデルに近いようなディティールになってまして、まずはフロント部分にプリーツが施されてるんですね。ここが特徴的なのと、左胸にですね、パッチポケットが付けられてるんですね。これがまさしくリーバイスのファーストモデルの特徴なんですが、その部分をしっかりと再現したのが こちらの G ジャンになってます。まあ僕自身もリーバイスの G ジャン結構大好きで着ていた時期があるんですけども、その中でもやっぱりファーストがすごく好きで、 左胸のポケット、この1個だけっていうところがすごいかっこいいなと思ってまして、ここの部分がしっかりとサーゲイされているこちらのデニムジャケット、なかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思っています。で、色合いなんですが、3色展開でダークグレーと、あとはブルーが65番と68番というところで、まあ濃淡が違ってくるのかなと思っていまして、個人的にね、結構どれもいいので困ってはいるんですよ。 で、一押しはですね、ちょっとクリーンな雰囲気のある68のブルーですね。 これがなんかオーソドックスな色落ちしてないような上品な見え方をするデニムジャケットで大人世代でも着やすいのかなと思います。で、従来のデニムジャケットに比べるとやはりちょっとこうトレンド感というところをやや交えながら作ってあるのでまあドロップショルダー気味になっていたりだとかあとはリラックスフィットというところで再構築されているのでこのあたりも含めて昔ながらのジージャンっていう感じでおじさんっぽくなるようなアイテムではないかなと思うんですね。ただ合わせ方としてジージャンにジーパンっていう という形のセットアップっていうのはなかなかやっぱり難易度が高いので着方としては中にニットを着てあげるだとかあとはストライプのシャツを着てあげるだとかボトムスに関してもブラック系のイージースラックスだとかそういったものでちょっと綺麗めに振ってあげるだとかまあそんな形でコーディネートさえちゃんと意識してあげればかなり僕ら世代にも似合いやすいかなと思うのでまあ、久々にこういったデニムジャケットを着てみるというのも僕はいい選択肢なのかなと思っていますで68番のブルーもいいですがこの65番のねちょっと淡い感じの 色落ちしたものも写真で見る限りはねなかなか雰囲気がいいかなと思うんですねただこのあたりは実物を見てチープな感じの色落ちになってないのかどうかここがすごく重要なのでまあ、鉄板は濃い方かなとは思うんですね あとは結構ですね、ダークグレーもなかなかいいんじゃないのかなと思ってまして、デニム系の素材ってブルー系なのか、こういったグレーとかブラック系なのかで見え方が全然違って、ダークグレーのようなちょっとモノトーンの方がですね、大人っぽく上品で、ちょっとモードっぽい雰囲気で着こなせるんですね。なのでこっちのアプローチも僕はいいんじゃないのかなと思うので、ここは実物を見ながら皆さんのお好みで選んでいただくのがいいかなと思います。個人的に一応しは68のブルーがいい 1>, 1番で2番手が08をダークグレーという感じですねまあ、65万のブルーもいいので結構難しい選択になりますが4,990円でこのような質の高いですねデニムジャケットは買えるのはやっぱりユニクロならではだと思うのでぜひ皆さん久々にですね僕と一緒に今年の秋冬はジージャン楽しんでいただきたいなと思っていますはいということで続いて3点目のアイテムなんですけどもまたアウターなんですが MA1 ブルゾンということで、これはですね、5990円ということで、なかなか魅力的だなと思ってしまったわけなんですね。僕は本来であれば MA、MA1 って、 結構むずいアイテムだと思っているんですね。まあ、アウターの中でも、着丈が結構短いじゃないですか。このあたりは先ほどの G ジャンと同じジャンルなんですが、アウターの中でも着丈が長いか短いかで全然見え方が変わりまして、長い方が綺麗めで大人っぽくて、まあ僕ら大人世代にも似合いやすいってところがあるんですが、一方で、丈が短くなってくると、その分カジュアルに見えて、失敗するとおじさんっぽく見えてしまうんですね。まあ先ほどの G ジャンに関しても、 MA1 にしても、僕ら世代からすると、雨風ど真ん中で、かつて経験したことがあるようなアイテムなんですが、これをですね、かつてのイメージで着てしまうと、結構ですね、古臭く見えてしまったり、おじさんっぽく見えてしまいがちなんですが、 ただですね、久々に MA1 も着てみたいなという気分にさせてくれるのはこの一着かなと思うんですね。以前ですね、プラス J でも MA1 やっていたと思うんですが、まあそれもすごくかっこよかったと思うんですね。まあそれをですね、ある程度なんかこう、もうちょっと使いやすい形で、ユニクロの定番として出したのがこちらなのかなと思っているんですね。まあデザイン的にはすごくベーシックで使いやすいような MA1 になっていまして、ディテールもですね、そこまでゴテゴテとしていないので、 割とこうシンプルめな仕上がりだと思いますまあ、そのあたりはやはりユニクロが定番で出してという安心感があって過敏なやりすぎ感がないというところそこはねすごく素晴らしいなと思っていましてで素材の質感もなかなかいいかなと思うんですねナイロン100%なんですがヘビーナイロンツイル素材というものを使っていまして軽くて耐久性もあるというところでそのあたりの機能面もすごくいいと思いますしこれはね写真で見るのと実物を見るのではまた微妙に違うんですがまあ、ナイロンの光沢感もチープさがな 非常に。 上品に見えるのかなと思っています。まあシルエットはボリューム感があるんですけども、決してこう、やぼったく見えるような雰囲気ではなくて、しっかりと大人っぽく上品に見えるような、そんなバランスに仕上がってるのかなと思っています。とは言っても、やっぱり MA1 自体、着丈が短くて少しボリューミーなので、コーディネートはすごく重要だなと思っていまして、まあこれに対して、チノパンだとか、デニムだとか、そういった従来の姉ジ的なアイテムを合わせてしまうと、どうしてもですね、すごくおじさんっぽくなりがちかなと思う ですねまあ、そのあたりは このユニコのサイトのですね、コーディネート事例を見ていただきたいんですが、まあ、例えばですね、こちらではオリーブの MA1 を着まして、その下にはですね、丸首のニット、これダークグレーを合わせてると思うんですね。そして、ボトムスはタックテーパードパンツのブラックですね。このようなセンタープレスの効いたような綺麗めのボトムスを合わせることで、ニットとスラックス調のもので、綺麗さのバランスをとっているというところなんですね。まあ、このようにちょっとこう、他に合わせるアイテムは綺麗め寄りにした方が、 MA1 っていうのはすごく相性がいいかなと思うんですねなのでアイテム自体はカジュアルなんだけどもコーディネートで工夫すれば僕ら世代でもトライしやすいのかなと思っていますでカラー展開なんですが3色でブラックとオリーブとネイビーというところでまあこのあたりもね結構難しい選択肢なんですが個人的にはまあこの MA1 に関してはブラックでシャープに引き締めるというのが バランスが取りやすいかなと思います。ブラックを選んだ場合には、ボトムスはダークグレーのタックテーパードパンツとか、スマートアンクルパンツ。場合によってはカンドパンツとかでもいいと思うんですね。シャープにカンドパンツとかで仕上げていただくのもいいと思います。 もしくは結構ですね、オリーブっていうのはまさしくこうミリタリーライクなど真ん中のですね、m a 版っていうイメージがあるんですが、この写真とか動画で見る感じではすごく質感が滑らかで、色にも深みがあるので、すごくね、上品に見えるようなオリーブかなと思うんですね。なので、この写真のコーディネートそのままでどんズバい表現するのもなかなかいいかなと思うので、 オリーブもね、ちょっと現物を見ながら比較したいなと思うんですが、ブラックオアオリーブというところで、ぜひ皆さんもですね、久々の MA1 だと思うんですね。NG アイテムに上げがちなアイテムなんですが、そういったものがうまく着こなせた時に、おしゃれに見えますし、人との違いっていうところが出せるので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思いますし、僕もですね、購入したら、実際に着ながらコーディネートを解説してみたいなと思っています。 はい、続いて4点目なんですが、スフレアン、モックネックセーター、長袖というところでね、これまたかなり魅力的な トップスになってるかなと思うんですね。このね、スフレヤーンという言葉って、ユニクロが作った造語なんですね。まあ、お菓子のスフレってあるじゃないですか。スフレとヤンは糸という意味なんですが、スフレのようなふんわりとしたもちもちの雰囲気をですね、まあ、ニットで表現したのが、このスフレヤーンというですね、ニットのシリーズになっているんですが、まあ、去年からありますけども、これ、すごく肌触りが良くて、柔らかい。めちゃくちゃ着心地がいいんですね。まあ、それでいて軽いので、なんか 着用感としても楽なので、まあ大人の男性にもすごく向いてるようなアイテムだと思うんですね。で、編み方としてはですね、ワッフル編みになっていまして、表面がですね、ちょっと凹凸感があって、ペタッとした感じというよりは、ちゃんとですね、表面の凹凸感が楽しめるような、動きのあるようなニットになってるんですね。で、 厚みに関しても、厚すぎず薄すぎずというところで、これぐらいのバランスが結構使い勝手がいいんですね。薄すぎると結構ですね、それはそれで上品でいいんですが、ちょっとぽっちゃりめの体型になると、体のラインを拾ってしまいがちだったりするし、厚すぎると結構着てて面倒くさくなってくるというところがあるので、中二かで結構使いやすいようなアイテムになっているのが、こちらのニットかなと思います。で 首元がですね、モックネック状になっているんですね。ちょっと今撮影してるのが真夏なので、モックネックというと暑苦しい感じがするかもしれないですが、あくまで着るのは秋冬なので、首元がちょっと高くなっている方が、防寒性があって、すごく使い勝手がいいんですね。で、このモック部分がどれぐらい高いかも重要で、高すぎると結構首周りの違和感が半端じゃないんですが、 そのあたりが結構ですね、高すぎないんですよね。バランスのいい高さに収まっているので、そのあたりもですね、着用感とか、そういったところもちゃんとですね、抑えられたアイテムかなと思います。カラー展開結構たくさんありまして、1、2、3、4、5、6色ですかね。6色あるんですが、 僕はこの中でシャープさがあるですね、0級のブラック。これがですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。先ほどご紹介したような MA1 だとか、あとはデニムのジャケット、結構カジュアルに見えるようなアイテムの内側に入れてあげるとですね、かなりバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、こちらのスフレアンに関しては、 ブラック、皆さん検討していただきたいなと思いますね。まあ、ボトムスは結構いろんなものに合いまして、ブラックのパンツだとちょっと重たいので、ダークグレーのタックテーパードパンツだとか、あとはですね、ちょっとワイドフィットのデニムだとか、そういったものにも相性がいいかなと思うので、結構様々なコーディネートには使いやすいと思いますね。ブラック系のニットは1枚あるとめちゃくちゃ重宝するかなと思うので、まあ、今季いろんなニットがユニコロから出るかなと思うんですが、結構個人的に注目してるのは、スフレヤンのモックネックセーターなので、 まだまだ暑いかなと思うんですがぜひ皆さん頭の片隅に置きながらですねチェックをしていただければなと思っていますはい続いてラストですね5点目になるのはこれは僕にとってはですね大定番で今も実は履いてるんですねこれ履いてますタックテーパードパンツですねまあ、ワイドフィットのボトムスなんですが これですね、えっ、ー、と僕はブラックとダークグレーの2色を持っているんですが、えー、今回ですね、新色ですかね、38番のダークブラウンというものが発売になるようなので、これをですね、皆さんにお勧めしたいなと思ってるんですね。結構ね、僕もボトムス色々持っているんですが、ついついブラックだとか、あとダークグレー、まあ、デニム系がですね、中心になりがちなんですね。まあそんな時ですね、バリエーションを出すために結構役立つのが、 ダークブラウン系のボトムスなんですね。まあこういったものがあると先ほどご紹介したようなブラックのニットに対してダークブラウンのこのようなボトムスで色の変化を出すこともできますし、あとはですね、一番最初にご紹介したようなオーバーシャツジャケットみたいなものと合わせることでダークブラウンのちょっとしたグラデーションを作っていただくこともできるので意外と一着あると便利かなと思うんですね。決して初級者向けのアイテムではないと思うんですね。あくまで中級者以上の方にお勧めしたいアイテム かなと思うんですが、意外とユニクロの中でこのようなダークブラウン系のボトムスってそんなに多くはないかなと思うので、もう今、鉄板でおしゃれな方におすすめしたいタックテーパードパンツの中にこのようなダークブラウンが出たというのは個人的には朗報かなと思っています。ブラック系ですとかネイビー系のアウターにも合いますし、あとはベージュ系のコートとかで合わせてもいいかなと思うので、そうすることでまたグラデーションでね、コーディネートを作ることができるので、意外とですね、ブラウン系のパンツというのは 一押しかなと思っていますので、ぜひ皆さんもですね、タックテーパードパンツ、すごく気に入ってる方であれば、この新色もすごくいいかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思います。価格は3990円ということで、このね、完成度の高いボトムス、まあ、一色だけではなくて、何色か持っておくことで、日々のコーディネートの幅が広がると思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画ではですね、ユニクロの秋冬の新作の中からですね、 これはちょっと楽しみだよねという5点を皆さんにですね、ご紹介をさせていただきました。まだまだ暑くて、着るというところでは難しいアイテムばかりかなと思うんですね。ただ、まあ最初にお伝えした通り、もう春夏ものにですね、皆さんもう十分見飽きてるかなと思うので、まあこういったものがこれから出てくるんだなというのを抑えながら、ぜひですね、秋冬の買い物の妄想をしていただきたいなと思ってるんですね。まあどのアイテムに関してもユニクロらしい定番さというところが抑えて ありながらも、ただトレンド感というところのミックスが上手で、例年よりもうちょっとトレンド感というところがやや強まってるかなという印象があって、僕も見ていてちょっと新鮮だったなと思ってるんですね。また、これまでのユニクロとコラボレーションしてきたような プラス J だとかユニクロ U だとかそういったデザイナーのエッセンスがしっかりと定番アイテムの中に落とし込まれているんですよねタックテーパードパンツのシルエットもそうですしあとはシャツアウターみたいなものもそうだったと思います結構そのあたりのエッセンスを感じるアイテムというのはすごくユニクロらしさとトレンド感のミックスがバランスがいいかなと思うのでぜひ皆さんもですね秋冬に堪能していただければなと思っていますぜひこちらの動画を見ていただいた方も秋冬の新作の中でこれもなかなかいいんだよねというのがあったら 結構僕自身もね、見落としているものが多かったでするので、コメント欄で教えていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、 もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルで解説をしています。だいたい2週間とか、まあ1週間に1回ぐらいのペースでライブ配信をやっていまして、皆さんのご質問にもね、直接お答えしているので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなかね、動画を長く見る時間がないよという方はですね、 文章と写真で構成されているオンラインサロンというものも運営してますので、そちらもですね、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山修でした。また次回の動画もお楽しみに。